新派瀬寺は、岐阜県関市にある新言州地山派の寺院である。三号は、吉田山。三号より、通称、吉田観音という、正式名称より通称で呼ばれることが多い。本尊は十一面観世音菩薩。三重塔、本堂など、重要文化財が多く、美濃の法流寺の別名がある。美濃四国第二十二番。 ミ三十三観音霊状第33番札書。三ノ七福神1222年、ご堀川天皇の勅命により、空海の四世森人商人の解散という、1300年4月8日火災で消失、1304年より4年をかけて再建した。1457年に火災で消失するが、1460年に本堂が再建される。以後、 その他のガランも再建される。現在の建物は室町時代、江戸時代初期のものである。かつては多くのシーンが存在したが、1868年廃物希釈のため、現在の規模に縮小される。二王門を入ると正面に本堂、右手に三重塔が立ち、三重塔の左に薬師堂が立つ。二王門、本堂間の参道の左側には手前から釈迦堂、 阿弥陀堂大師堂が立ち、本堂の右手後方に、真珠堂が立つ。以上の道具は、二王門を除き、いずれも室町時代の混流で、屋根は、日和田ぶきとする。並んで立つ釈迦堂阿弥陀堂大師堂の三棟はほとんど同規模、同形式の簡素な仏堂で、阿弥陀堂の屋根を入りもや作り、田二棟を寄せ棟作りとする点のみが異なっている。 境内の写真撮影は固く禁じられている。ありがとうございます。